石原香織のキャリーアップ。皆さんこんばんは、石原香織です。この番組は私石原香織がラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。はい、ということで石原香織のキャリーアップ、今夜の放送で200回を迎えました。おめでとう、すごい。あー、なるほど、文化放送にあるスタジオ、あ、1回だったっけ一番最初、そっか。でスタジオ収録しから第1回から塵が積もり積もって200回まで。あー、懐かしい。なんかさ、最初の取材みたいについてきてくるんですよね。なんか、なんだっけ、なんか確かなんかレポートかみたいな、なんか書いてくる人、あれは確か5回目ぐらいだったかな。はぁ、早いね。ついこの間って感じがするけど、なんかね、不思議な感じですね。実感なのでないですね今のところ。でも文字面見るとね、すごいあまり重みを感じるわ、めちゃめちゃ。そう、そっか、4年か。でこの間の A&G のオールスターの時にもうすぐ4年って言われて、え、そんな経つんだみたいな、めちゃめちゃ驚いちゃいましたからね、あのフレーズで。そっか、そりゃね、最初の頃よりはちょっと落ち着きを取り入れ、な、全然言えない全く、やばい、落ち着きなし。ということで200回を経て何が一番スキルアップしたか、落ち着きかと思ったけど落ち着きないので、まあ、なんだろうな、緊張減ったかな。緊張しなくなりましたよ、やっぱさすがにね。このラジオに関してだよ、他はちょっと緊張するけどまだ。でも、あ、なんかどうにかね、30分だったらみんなと楽しく何やりこなすっていうのがね、できるようになったななんてね、いう風に思いますね。あと1分っていう感覚をつかめるようになったいや、何年この仕事してんだよって感じだけどまあまあ、それをね感じますね。いや、だからやっぱ塵も積もればだなっていう風に思います。いや、嬉しい、こうやってねずっとやっていけてんのは皆さんのおかげだと思いますので、本当にありがとうございます。さあ、ということで今日はね、月末なのでいつも通り恒例のふつおた読みます会をお届けするんですが、200回記念ということで、今夜はメールをご紹介した皆さん全員にもれなくノベルティのステッカーをプレゼントしちゃいます。やったね、すごい、いいね。いつかこういうことやりたいななんていう風に思っていたので、すごく私も嬉しいなっていう風に思います。誰が読まれるんでしょうか。さらに番組後半のキャリーフォーメーションでは嬉しい新情報もリクエストなということで、これからもね、こちらもぜひ楽しみにしていただけると嬉しいなっていう風に思います。それでは200回もエンディングまでキャリーアップ。目が欲しいになって。石原香織のキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。石原香織のキャリーアップ。改めましてこんばんは、石原香織です。10月のふつおた読みます会始まり。はい、じゃあ誰ですかね今日は。ほんとみんなにステッカー行くのでね。さあさあさあ、1枚目は、あ、そう、大事、住所書いてる人ね。先週はね、誰も書いてなくて誰にも送れなかったっていうことがありますので、読まれても住所がなかったら届きませんのでね。はい、ということで皆さん住所書いてください。ではでは、じゃあ1枚目読ませていただきます。ラジオネーム、ただの海さんです。ありがとうございます。ケリさんこんばんは。こんばんは。石原香織のキャリーアップ200回おめでとうございます。この200回でいろんなことがありましたが、個人的に特に印象に残っているのは第83回の梅干しショートケーキを食べて番組で初めてモザイクがかかったことと、第104回のキャリーサービスであなたに最高のプレゼントを持ってきたよ、それは香りとめちゃくちゃ可愛い姿を披露してくれたことです当時はまだアーカイブがなく、残念ながら見直すことができません。そこでどちらか片方で構わないので、もう一度披露していただけないでしょうか。
それではこの番組が300回400回と続くことを願っていますとのことです。すごい、よく覚えてんね、みんな。私言われるまでちょっと記憶からなくなってたわこれ。でもね、言われたら思い出した。そういえばあったなと思って。やっぱ200回ですからね、こうね、思い出せるけど忘れちゃってたわ。うえー、そっか、これがそのただの海さんにはね印象に残ったんだね。でもさ、これどっちかやってほしいって書いてあるけど、梅干しショートケーキ多分ないと思うね今ね。えってことはもう一個しかないじゃんこれ。もう一個ないのこれ。これしかないじゃん。しかもさ、これどんな感じでやってきたかな、ちょっと忘れちゃったけど、キャリーサーブどうやってやったんだろうね。なんかさ、いろいろ動かしながらやってたじゃない、最初の方ね。だからちょっとただの海さんの記憶の中と現在のやつが結構大幅に違うかもしれないんですけど、やらせていただく。なんかおかしくない、罰ゲームのはずなのにこれ。え、でもまあじゃあやりますか。じゃあやらせていただきます。こんなんだったっけな。え、これだったかな。こういうやつかな。じゃあいきますよ。あなたに最高のプレゼントを持ってきたよ。それは香り。多分これかなって予想なんですけど、まあ、間違ってても批判はちょっと受け付けませんので、ちょっと記憶から蘇らせてこれをやらせていただきましたということで、ね、満足していただけたら嬉しいな。じゃあ続きまして、続いての方に行きたいと思います。ラジオネームカピバラカピバラ温泉さんです。ありがとうございます。かおりさん、こんばんは。こんばんは。スポーツの秋ですね。かおりさんは運動会で好きだった競技とか演目などありましたか？私は綱引きが好きでした。周りから熱い声援を受けて力いっぱいに綱を引く楽しさやチームの団結力、勝負の行方にワクワクしました。そこでいつかファンクラブイベントが開催されましたら、新たなかおりんぴくを生で見たいです。かおりさんのいろいろなチャレンジを応援したいですとのことです。おお、なるほど。懐かしいね、運動会か。運動会なんかさ、何したかな。もうリレーしか思い出せないな、自分が出たの。しかも別に足が速かったわけじゃなくて、ほらリレーの選手のやつあるじゃない、最後の最後のさ、一番大きい目玉みたいな。あ、そうそう、選抜リレー。それでね、めっちゃさ足遅い方なのに、小学校6年生の時かな、なぜかそのさ、リレーの選手決めるそのテストみたいなやつの時に、その別のクラスのさ足超速い女の子が、なぜかなくなりレースのさ内側を一緒に走ってくれて、その人のスペースに合わせて走ってたら学年で1位のスピード取っちゃったのね。すごいでしょ、逆にね。で、なんか確か 100m を何秒だったか、18秒いくつみたいな、そう小学校は多分早い方なのね。それ取っちゃって、私今までさ、そのリレーの選手になったことないし一生なることないんだろうなって思ってたのがさ、なんかリレーのその選ばれた上にアンカーにさせられちゃって、もう一番早いから望んでないしさ、こっち全然みたいな感じになって出て、最後的にね最下位だったのね、その運動会の時に。だからなんかそのプレッシャーがすごすぎて、小学校6年生運動会はね、リレーしか覚えてなくて、何したかな忘れちゃったけど、楽しくないっていう意味ではリレーの選手が一番印象に残っていますね。楽しいことはちょっと今度思い出しておきます。絶対あったと思う。お弁当かな、お弁当が一番楽しかったかも。お弁当大好きだったからさ、それかもしんない。まあでも、もっと競技もしあったらまたどこかでお話ししますね。ではでは、じゃあ続きまして、キャリキャリネームジロリアンさんからです。ありがとうございます。かおりちゃん、こんばんは。こんばんは。かおりちゃんはマリトッツォはご存知でしょうか。イタリア発祥のパンにクリームを挟んだお菓子です。かおりちゃんはカフェなどで食べたことありますか。また最近ではシャリにネギトロを挟んだ寿司トッツォなんていう商品も出てくるほど流行りを見せていますが、そうなの。もしかおりちゃんがプロデュースするとしたら、何に何を挟むマリトッツォを考案しますかとのことです。あー、なるほど、面白。マリトッツォはね、実は知ってますね、私は。しかもなんかマリトッツォっていう存在の名前は知らずね、
あのパンにこうクリーム挟んであって、いちごだったかな、いちごスクリームといちごがくっついてるやつがすごいインスタで載っていて、でうわ何これ美味しそうって、いちご好きだからさ食べたいなって思って、まあ、そこにはね期間がもう間に合わなくて食べれなかったんだけど、他に似たようなやつがあったから、結構ね今年の3月ぐらいはね食べてたんですよ。でしたらなんかマリトッツォっていう言葉がねいっぱい出てき始めて、あこれは流行りだったんだっていうのを知ったので、割と初期の方からマリトッツォについては知っていたんですけど、寿司トッツォは初めて聞いた。なんでお前とりあえず挟んどけばトッツォをつけていいって感じなのかな、ちょっとわかんないけど、でもこれは美味しそう、寿司トッツォ、いいな食べれるなら、私だったら挟めばいいんだよね。そうだ、何に挟む、ちょっと待って、出てきたら牛タンになっちゃった、牛タン牛タンにネギ挟んだらさ、これもうね、ネギなんて、これ普通だよね、これ美味しいやつ、絶対美味しい、あ食べたくなっちゃったじゃん、これ牛タンにネギ塩タントッツォネギタントッツォもう絶対美味しい、それがねやりたいですね、美味しそう、お腹空いたわはい、ということでここでブレイクタイムの一曲です。11月24日発売になる私のニューシングルスターキャストの視聴動画をお届けします。はい、ということでもう散々ね皆さん聞いてくださっているとは思いますが、とっても素敵なメロディーと歌詞になっています。じっくり聞いてみてください。それでは聞いてください、石原かおりでスターキャスト。窓を震わせる雫、街並みがまだらに溶けてく夜、ああ目が星になって降り注ぐ、がお届け中のキャリーアップ10月のふつおた読みます会後半戦です。はい、じゃあまずは後半戦はラジオネームあずきシュークリームさんです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。かおりちゃんは薄手の黒のカーディガンを以前からよく着ていますが、 SNS を見ていると今年の夏は例年にも増してよく着ているように感じます。先日届いたファンクラブの開放1号でも着ている写真がたくさん載っていて、とてもお気に入りなのが伝わってきましたそしてなんだか決断の回数を減らすため毎日同じ黒のセーターを着ていたアップルのスティーブ・ジョブズさんみたいで、できる女性感も漂ってきます。本当は笑いってついてんですけどこの素敵でお似合いなカーディガンのお気に入りのポイントをお聞きしたいですとのことです。ちょっともうやめてよ本当恥ずかしいじゃん。いやいやいや、まあね薄手のカーディガンね着てるんですよ。まあしかもさ、もう何、同じのじゃないよ、もちろんこれこの今年着てんの同じのなんですけど、黒のカーディガンを着てるのはもう今に始まった話じゃなくて、中学校1年生ぐらいからずっとね夏は着ていることが多いんですよ。それは寒いし日焼けするからっていう理由なんですよね。で今年はまあそれもありつつ
割と最近ねノースリーブの服しか着てなかったんですよ、夏の時に。でさすがにさ、ノースリーブで歩いてもいいんだけど、ちょっとどうかなって、露出しすぎかもっていう風に思いまして、そういうのもあってね、めっちゃ暑いな、汗だくなのになって思いつつもな、あなとか言ってさ着てたんですよ、黒の感じが。だからさ、めっちゃ掘り下げられて、すっごいちょっとめっちゃ恥ずかしいんだけど、似合う、ほんとありがとう、ユニクロのなんだけどありがとう嬉しい、めっちゃ便利でね。しかもさ、去年はそれ例年黒のとか、ま、あとは何、ネズミ色じゃなくて、なんていうのあれ、グレーとか、ネイビーとか、そこら辺とか、まあいろいろ着たりとかしてるんだけど、なんだろう、去年はやっぱりこう毎年同じ感じになっちゃうから変えようと思って、透けているなんかシャツみたいなやつ着てたりとかしたんだけど、服装がちょっと変わっちゃったから、こう割とその何、シャツとのね大きさが合わなくなっちゃったのよ、服のバランスが。だからまあ今年はね、ほんとカーディガンしか着なかったんで、ちょっと引っ掛けちゃったりとかもして、あれ見えないからいいんですけど、ちょっとね、ちょっと穴開いちゃったりとかもしてるんで、まさかねここに来てこんな触れられちゃうなんて恥ずかしいですね。でも似合ってるって、あずきさんが言ってくれて、これが嘘じゃなかったらですね、ここに書いてあることが嘘じゃなかったら、そういう風に言ってくれてるってことなんで、ちょっと来年も多分着てると思うんで、なんか いちいち着てるって言わないでください恥ずかしいからこう、ね、今日が最後だよ、触れていいのはね。どうもありがとう、嬉しいですはい、じゃ続きまして、ラジオネームブラックさんからです。ありがとうございます。かおりさん、こんばんは。こんばんは。私は月に1回病院に通院しているのですが、先日いつも通り病院に行ったところ、11月をもってその病院が閉鎖すると突然告げられました。招待状を書くので12月以降は自分で通院する病院を探してくださいと先生から言われました。普通のお店のように簡単に行き先を変えられるものではないので、どうしたものかとなりました。私の場合は幸い以前一度お世話になった病院があったので、12月以降はそこの病院のお世話になることになりそうです。香里さんは突然通い慣れたお店などが閉鎖された場合はどうしましたかとのことです。うわ、ちょっとさ、突然すぎてさ笑っちゃいそうになっちゃったけど、これ大変だね、本当に。わかるよこの気持ち。だってさ、そこに通い詰めてるってことはさ、気に入っていたから通っていたわけじゃない。でも突然違うとこを探してくださいって言われたらさ、なかなかね一発で見つかることがないから、病院はさ本当特に、いやすごい、どうだろう。でも一個ね、行ってる場所が過去にあってよかったなっていうふうに思いましたけど、通い慣れたお店がいきなり閉鎖、今まであるかな、ちょっと待って、ある、あ、逆にそう、食べ物屋もねいっぱいあるんですよ私。しかもだいたいすごいやった見つけて、すごいもう1週間に1回絶対通おうって思った瞬間なくなっちゃうんですよ本当にすごい悲しくて。だからね、なんかハマらないようにしてます。だから1個の店だけ集中的に行くみたいな、今までそれやるとそれダメになる可能性が高いので、もうならないように、そうならないようにするようにしています。いやでもね、本当にこのブラックさんはその病院がね、次行くところがちゃんとね合うといいななんていう風に思っています。はい、そしてじゃあ続きまして、あ、ちょっと待って、あ、手の油がなくなったやめて、やだわやだわまだビチビチよ、なのに手の油が大丈夫です。はい、じゃ続きまして、ラジオネームキング姫さんからです。ありがとうございます。キャリさん、こんばんは。こんばんは。最近初めて電子書籍を買いました。本は紙で読むものという思いが強くてなかなか踏み切れなかったのですが、いざ利用し始めてみると、いつでもどこでも読める、読みたい時にすぐ購入ができる、置き場所に困らないなどメリットが多すぎて、なぜ今まで利用してこなかったのかと今更ながら思いました。ケリさんは電子書籍は利用していますかとのことです。おー、なるほどね。私はね、電子書籍大好きすごい好きで、もちろん紙の本の、あ、この本は紙の方がいいなっていうのはあるから、全部が全部電子書籍になればいいとは思ってはいないんだけど、やっぱね軽い、すごく持ち運びもしやすいし、
あとこうなんか電気もつくからさ、割とちょっとこの部屋だと読みづらいなみたいな薄暗いところでもちゃんと見えるし、あと Kindle とかね、そういうその専用のやつ使ってるんだけど、私は本当に紙みたいなあの風合いで、風合いっていうの、なんていうの、まあそんな感じで読めるからすごいいいなっていう風にね思いました。漫画とかだったらさ、なんか例えば iPad とかでちょっと大きくして見るのも楽しいなっていう風に個人的には思ってるから、いろいろ電子書籍のいいところはあるんだけど、あるなっていう風に思ってるんだけど、ちょっとなんかさ、なんていうの、ビジネス書みたいなやつとかだとなんかこう図とかが書いてあるんだけどさ、その図がなんかこう絶妙にちょっと見づらかったりとかするのよ、電子書籍だと。こうなってるのがさ、こう1枚ずつしか出なかったりとかするから、それはね本の方がいいなっていうのがあって、なんかこれを買う時にどっちにしようかなっていうのがね今ね定め中。今これは普通の小説だったら全然 Kindle でいいなとか。私ねビジネス書が好きなの意外とそうなの。そうそう、だから私普通に普通にとか USJ をさ持ち立て直した人のなんかマーケティングの本とか、あとそれこそ株にも興味があったから株の本も読んでみたし、しかもすごい量読んだし意外でしょ。そうか、そういうのをね読むのがすごい好きで、結構ねチラ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 読んでんだけどさ、ちょっとあまりにも生々しいなと思って、まあラジオでこうやって言葉で言ってるからいいけどさ、よく取材とかでさ文になっちゃうとさちょっと恥ずかしいなと思って言ってこなかったんだけど、まあ、そんな感じを読んでるから、その読む本によってはねちょっと変えた方がいいなっていうのはね思いました。なのでこの方、このね金魚姫さんも 本に合わせてねいろいろ試してみるのがいいんじゃないかななんていうふうに思います。ということでここで時間切れです。いや面白かったね、今回も幅広いいろんなお話をしました。だからこのさ普通って読みますかになるとさ、なんか前回もそうだったと思うんだけど、なんかいろいろなんか聞かれなかったが言わなかったことみたいなのがさ暴かれていくって感じがしてめっちゃ恥ずかしいなと思いつつ、でよりまあ私のことを知ってもらえるいい機会だななんていうふうに思いますね。はい、ということで引き続きこの番組では皆さんからの普通歌を募集しています。私に聞いてみたいこと、話したいことを何でも送ってくださいね。お待ちしております。石原香里のキャリーアップ。続いてはキャリーフォーメーション。今週の情報はこちら。私のニューシングルスターキャストが11月24日発売になります。こちらは心の距離をテーマに柳凪さんに作詞を手掛けていただきました。私の YouTube チャンネルではスターキャストとカップリング曲わざと触れたの視聴動画をご覧いただけます。スターキャストのジャケット写真と新しいアーティスト写真、各法人別のオリジナル特定絵柄も公開していますので、合わせてチェックしてみてください。そして11月2日の0時からスターキャストとミュージックビデオの先行配信が決定しました。それに先駆けて今日のキャリーアップオンエア後、YouTube でミュージックビデオのプロモーションムービーが公開されます。ぜひ皆さん楽しみにしててください。また12月にはスターキャストの発売を記念してリリースイベントを開催します。今回は2本立てです。オンライン私会キャリーミーティングは私と1対1でお話しできるイベント、日程は12月12日日曜日、12月19日日曜日、12月26日日曜日です。オンライントークイベントキャリートーキングは皆さんから募集した質問やメッセージにお答えしたり、スターキャストについて皆さんと楽しくお話ししようと思っています。抽選で参加いただける生電話コーナーもありますよ。こちらは12月26日日曜日開催です。詳しいイベントの情報や応募方法は石原香里オフィシャルサイトをご覧ください。来年3月には石原香里ライブ2022を開催します。日程は2022年3月12日土曜日立川ステージガーデン、3月27日日曜日神奈川県民ホール、それぞれ昼の部と夜の部の全4回公演です。シングルスターキャストにライブチケットの優先販売申し込み券が封入されています。ぜひ CD をゲットしてご応募ください。
さらに新しいお知らせです。石原かおりのキャリーアップ放送200回を記念して、石原かおりのキャリーアップ&アップ200回突破記念公開イベントの開催が決定しました。はい、日程はですね、2022年1月16日日曜日、東京サイエンスホールでの昼の部夜の部2回公演です。明日の10月26日火曜日の21時から文化放送 A&G ショップで会場でご覧いただくチケットの販売がスタートします。今回も前回同様先着での販売になりますので、事前に A&G さんのホームページを隅々チェックしておいてください。本当に明日先着になりますからね。皆さんぜひ予定開けて応募してもらえるとすごく嬉しいなっていうふうに思います。そして気になるゲストさんを発表します。昼の部は一ノ瀬かなちゃんです。わー、嬉しい。ひげひろとかね、あと色づくとかでおなじみのかなちゃんが来てくれます。そして夜の部は鷲崎たけしさんです。ゲスト信じられん MC じゃないのみたいな感じなんですけど、まあどんなね感じになるのか非常に楽しみなお二人と、行わせていただきますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。なお、こちらのイベントは配信でもご参加いただけます。ご都合に合わせてチケットをお買い求めください。最後にファンクラブ情報です。石原かおりのファンクラブハンドインハンドは絶賛入会を受付中です。皆さんのご入会を心よりお待ちしております。詳しくは石原かおりオフィシャルサイトのファンクラブへどうぞ。以上、キャリーフォメーションでした。夏が終わって恋を迎える、あ、お送りしてきました石原かおりのキャリーアップ、エンディングのお時間です。いやーね、ほんと200回放送もあっという間にエンディングまで来ちゃって、なんかすごい嬉しいな、嬉しい、エンディングが嬉しいってわけじゃないんだけど、ここまでね来れてすごく嬉しいなっていう風に思います。いつもさっきも言ったんですけど、こうやってねわーってなったりとかもするラジオではありますが、それでも楽しいよって言ってくれて、見てくれる皆さんがいてくれて本当に幸せだなっていう風に思います。ちょっとずつ成長しながらこれからも自分らしく頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。本当に皆さんありがとうございます。はい、ということで冒頭にも言いましたが、今回ねノベルティのステッカープレゼントはですね、今日メールご紹介した全員にプレゼントさせていただきます。しかも今回は全員ちゃんと住所が書いてあったので、誰一人欠けることなく皆さんにお届けすることができます。ということで皆さん、届くの楽しみにしててくださいね。この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおたキャリする宛てまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原かおりオフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはkerry@joqr.net です。ノベルティのステッカーをご希望される方は送り先の住所とお名前を忘れずに書いてくださいね。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されます。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは、石原かおりのキャリーアップ、ここまでのお相手は石原かおりでした。また来週もレッツキャリーアップ、バイバーイ。石原かおりのキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。